毎度いつもありがとうございます。必死です。めんどくさいめんどくさい射撃訓練第3弾ということで、今日は拠点開発プラットフォーム、これの射撃訓練をやっていきたいと思います。で、基本ねここスタート地点なんですけども、だいたいここで完結できちゃいます。ただまあいろんなとこに、出てきますね、あの的が。で、注意すべきは、コンテナいっぱいなってきた方は、ここですね、ここ実は2つあったんですよ、1個2個と。で2個目のちょっとこの辺もうべったりくっついて2つとかあるんで、これが死角になってあの場所からはちょっと見えなくて、狙いにくい状態になりますんで、もうあらかじめフルトン回収しております。コンテナ少ないなっていう方は別に気にしなくていいんですけどね。おい、で次、よいしょ、ここね、ここに持ったんですよコンテナ、ここも回収してます。なんかねこの辺に出てくるんですよ、何個かあるんですけどね、そのうちの1個が、見えなくなって死角になってしまうんで、なのでここも1個、もうフルトン回収して消してます。おいで、ここにも1個おったんですけど一応念のために、回収してます。ほいってなわけで行ってみましょうか。ほい、結構いろんなとこ出てきます。じゃあ行きますね、よーいどん。まずは1,2,3,4だけと見せかけてここに5がいます。5で目の前に6ですね。おいって見えるとこやっていきましょうか、どんどん、1,2,3,4、あれ4で、1,2,3と、ほんで、うわ見えにくいな、1,2、ちょっとフルトン回収する場所間違えた、多分ねこの辺にまだ1個残ってます、後で行きますね。で、1個2個と3個とここに4個あるんですね。でこの遠くに1丁2丁と、その上に1丁2丁、よいしょ、でこことこことで、ここさっき言った2個ね、これが死角になってます。コンテナフルトン回収しないとね。ういで周りぐるぐる回っていきますね。でよいしょ、28,29,30,31,32、あと3つか、あら1個だけ足らんぐらいかなと思ったんですけどね、どっか見えてないかな、行きましょうかとりあえず、よいしょ、多分コンテナなかったらもっと見やすくなってたはずなんですけどね。あー、ここ2つある、1丁2丁で、あと1個さっきのね、ここです。もう爆裂見やすいんですけど、コンテナがあるせいで、見えにくくなってます。これで終わり。まあ、コンテナなければ楽ですね。これがいらんかったんかな、この辺回収しといたらもっと見やすくなってたかもしれないですね。これでスッキリしたかな、もうこの下のもやってた方がいいかもしれないですけどね。コンテナ増えてからやとちょっとやりにくくなるかもしれないですね。基本もうあの場所で完結できちゃいますんで、そんな感じでよかったら参考にしてみてください。ではではまたお会いいたしましょう。さよなら。